はい、どうも、皆さん、こんにちは。ということで、今ですね、グランドドラゴンと戦ってるところですね。で、結構厳しい状況ではあるんですけど、グランドドラゴン普通に強えな、こいつ。なんかさ、フィールドに普通にいるボス級のモンスターなんだけど、体力すげえな、こいつ。タフすぎる。よし。後ろから回り込んで倒していこう。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、チャンスタイム。おそらくにテイルズをやってる方であれば、チャンネル登録してみて損はないと思うので、おお、よし、ここで使うか。OK。さあ、どうだ。これで、どうですか。いやー、ドラゴン強いね。まだ3万ぐらいあるのか。うわー、リーウェルがー、ちょ、回復してあげて。ヒョンちゃん。ヒョン、ナイス。お前、マジで MVP。お前がいるから俺は戦える。よいしょ。さあ、ちょ、回避。これなんか来るやん。なんか、読めないの、これで。初見だと。ドラゴン系のモンスターって今作結構多いのかな。とりあえず、ぐるぐるぐるって回って、着地したら、打ち込んでいくみたいな。多分そういったイメージの方がいいと思う。オッケー。さあ入れてく。で、大技決めていきましょう。さあ、ヒットを連発していく。で、このタイミングで殴って、殴って、殴って。で、あとはこれ。このタイミングでいこう。うわー、体力すげえな。まだようやく半分。ようやく半分かよ、これで。こんだけご利用して。なかなか、きついでござるよ、こいつ。ボス級モンスターがなんでこんなハルパにいるのおかしいやろ、ほんとに。グランドドラゴンさんよ。これ経験値どんぐらいもらえるんだろうね。まあ、個人的にはそれが気になるところではあるんですけど、まあ、ザコモンスターがね、出てこないからまだ楽ですよね。だから仲間を呼び寄せるのめっちゃめんどくさいじゃん。あれどういうのが昇進だよな。で、弱点できるだけ狙っていきたい。ダウンさせたいね。けど、そんな余裕はあまりないな。てか、正面待って大丈夫これ。正面回って殴ってからの、うおー、プレイ。さあ、ジャスト回避決めていく。おえ、無理だ。で、ここで技を決めて、1万5000か。やばいね。ごめんなさい、死んじゃいました。許してください。で、殴って。どうだ？ピーチ組を使用した。待って、俺回復して、シオンちゃん。あ、もしかして CP ないパターン、これ。ないパターンっすかね。なんかそんな気がしてきたな。どうだ？おい、いいね。ダイナミックアクション。さあ、ゴリゴリやっていきたいわけなんですが、多分なさそうな感じがしますので、じゃあライフボトル使いましょうか。仕方ないっすね。これ CP なさそうだ。まあいいや。CP1 しかないね。ほんとだ。よく見たら CP1 しかないわ。仕方ない。うわ、危ない。けど、強いなぁ。瀕死なのに、こんなにまだ体力あるんだ。よいしょ。で、ピーチ組とかみんな使ってくれ。使ってうまいこと回復して立ち回ってくれ。としか言いようがない、俺には。ちょっと待てよ。アイテムで、オレンジ組からの、オレンジ組からの、で、落としてからの、アップル組からの、で、ここで繋いで、ここで技切れて、よいしょ。で、お前だ。リンウェルが倒れたか。やばい、俺も倒れた。すまん。不死身やな。で、あと5000。粘っていきたい。粘っていきたいっすね。てか、オレンジ組重要すぎないか。で、これで多分勝てるはず。多分勝てるか思うんだけど、どうでしょうか。粘りがすごいな。TP めっちゃ重要じゃないこのゲームで。で、あと3000ぐらい。おぉ、厳しい。
できるだけ技を避けていきたいが340。これどう？さあ回って着地してきたところを狙っていきたい。お、ナイス。でかすぎだろ。これはでかすぎる。オッケー、倒した。ナイス。いやー、接戦だった。倒したー。すげー。こんな強かったんだ。いやー、よかった。精霊化か。CP の最大値を上昇させます。おー、いいね。ってことで、ギガント。巨大なズーグルが徘徊してます。ギガントね、めっちゃ強かったな、今の。うわー、めっちゃもらえた、経験値。過去一もらえたんだけど。すげえ、むっちゃもらえたでござるよ。で、これだって使うの？あ、所持しているとか、所持しているだけでかかるんだ。いやー、ちょっと今のでかなり、傷負ってしまった、俺も。めっちゃきつかったんだが。ね。で、オートにしておきましょうか。オートにして、で、雑魚敵とまた連戦していこうかな。いやー、レベルアップしておいてよかったね。これ、レベルちょっと低かったら、多分負けてたなーって、よいしょと。で、杉の町が見えてきましたね。さあ、杉の町が見えてきましたよ。さあ、お前ら頑張れ。いや、オート戦闘楽でいいね。なんか、ソシャゲみたいな感じだけど、この間やってたニノクロ似てるね。なんか。この間ちょうどニノクロやってたんですよ。だからニノクロってやってる人どれぐらいいますか？確かニノクロ出たのが6月、5月、どっちだっけ？忘れたけどさ。結構前に出たよね。まあ、あれからちょっとやってねえんだけどさ。ニノクロってまだやってる人いるんかな？あ、そういえばニノクニの新しいゲームも出るみたいな話聞きましたね。確かプレステで出る予定じゃなかったんで、スイッチかもしんねえけど。いや、ニノクニもいいよね。確かレベル5が出してるんだって。あのゲームも俺結構好きなんだわ。テイルズもいいよね、やっぱ。さあ、ゴリゴリ殴っていく味方ナイス。で、終わりと。いや、オート楽でいいね。めっちゃ。さあ、これで終わりと。さあ、そういったところで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく、テイルズをやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽に登録して、これからも継続的に見ていただければと思いますね。っていうことで、野営していきましょうか。気持ちよ。さあ、そういったところでやっていきましょう。じゃあね、バイバイ。